こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、吉谷さんのね、塾生さんが490万売り上げ1ヶ月で上げるなんて本当すごいですね。私の方ではちょっと真似できないですね。もうついぞね、月収100万なんて何年も生まれてないような気がします。ただまあ私の速稼塾のまあテンションとしてすごくいいなと思うのは、そのコンスタントにね、毎月5万とか10万っていうのは結構多いんですよ。毎月5万、10万、15万この辺りはね、非常に多くって、それだけでも生活変わるんですよね。お勤めの方が今30万前後ですかね、あの手取りでいただいている中でプラス5万っていうのがいかに大きいか、プラス10万っていうのがね、いかに大きいのか、プラス15万、給料が下がってもしょうがない時期に副業でですね、5万、10万増えるとどんだけ世界が変わるかってことを、本当私はね、今そちらの方をですね、特別な人を作るんではなくて、誰でもできる人を、まあ少しでも多く作っていきたいなというところでございますね。本当無理なくできる範囲、いやこれかなと思います。まあ、売上の多さで言うと本当今はね叶いませんよ。ただまあ、安定してコンスタントにね、ずっと、何ヶ月も何年も、副業というかね、速稼塾のスキーム使って5万、10万プラスアルファで作っていくってことでしたら、まあそんなに引き当たらないかなと思いますけどもね。まあ、本当これからもいろいろ報告していただければと思います。まあ、本当ね、私の塾生さん、まあ多いのボリュームゾーンは、まあ40代後半から50代ぐらいの女性が6割ぐらいだという感覚ですね。で、女性は全体的に6割ぐらいなんですけども、まあ、男性もやっぱりね、私と同じような年代が大半かなというところでございます。やっぱ20代の方とかっていうのは少ないかなと。20代女性は本当に少ないですね。まあ、少ないって言っても結構いますけどもね、全体が1000人ぐらいなんで。まあ、そんな形でございますけども、じゃあこれからね、どういうふうなことをしていくかってことですけども、やっぱ売上を上げるためには、もう売上上がるまでやるっていうのは本当その通りで、私は訪問販売をしてたんですけども、訪問販売って、まあ売上目標があるんですよね。私の場合は、まあ毎日5万から10万の利益だったんですけども、だいたい2件、契約取ると5万なんですよ。4件で10万なんですよ。で、時間的に1日4件が、まあ、限界なんですよね。でもまあ、大体2件はコンスタントにいつも取れたんですよ。だから毎月、毎日5万ぐらいは、全然ね、肩肘張らなくても取れたんですけども、大体10件はいかなかったですね。訪問して2、3件で1件取れて、また2、3件で1件取れてみたいなペースだったんで、まあ、そんなにたくさんは回らなかったんですけども、ただやっぱりどうしても取れない日とか調子が悪い日ってあるんですよ。その時はね、やっぱり十数件もありましたね。まあ結局それで1件取れたりとか2件取れたりするわけですけども、まあその時にね、私お金に関しては自分の目標金額が達成されるまでやればいいのかなっていうふうに感じてます。で、基本的に何回も行くわけですけども、ちょっとずつ攻め方とか工夫とかが加わっていくんで、まあ売り上げには近づくんですよね。で、そういう毎日を繰り返していくと、もうだんだん慣れてきてですね、相当ついてない時以外は売り上げって上がるようになるんですよ。まあそれが今でもジャンルを変えてもね、ネットビジネスってものになっても続いてるかなと思いますけどね。おかげさまでね、5月も速稼塾新しい入塾生の方、まあその前の月よりは少なかったんですけどね、まあ、20名弱、十数名、17、8人、速稼塾に新しく参加してくださって、一緒にね、またスタートを切ることができました。で、大半の方がその私の速稼塾のコーナーである C のキャッサルシリーズで最初のね、売り上げを、まあ、10万前後とか立ててくださるんで、まあ本当に自信を持って2ヶ月目、3ヶ月目進んでくれるかなっていうところですよね。はい、で、私がね、ビジネスをもうやめてるんだよと言いながらも、こういうふうに思い出話をすると、やっぱりね、これがビジネスになるわけなんですよ。速稼塾まだ入れるんですかってお問い合わせがあったりとかね。私は速稼塾のセールスしてないんですけども、今月も17、8名の方がお問い合わせいただいてね、速稼塾に結果的に入ってくださるとか、その前の月も4月でしたけどね、28名の方とかが入ってくださって、で、売上も結構ね、派手に立ててくださったりとかしましたからね。だからビジネスをやめたっていうふうに表現することがビジネスになっていくというね、この面白さというか、この奇妙さですよね。で、なんかYouTube 使って就職活動してる話出ましたよね。あれね、菊池っていう方だったと思うんですよ。確かにあの方法っていうのは YouTube を使って就職採用担当者の君に私を
採用してくれみたいなメッセージ送ってましたけども、あの自己アピールもやっぱり気に入る方いるでしょうね、きっとね。大半の方がなんだよこいつ、こんなやつ使うかってなるんですけども、あ、面白い切り口だよねっていう風になる方もいるんですよ。まあ、ですから、悪名っていうのは無名に勝るっていう風なのがありますけども、まあ悪名でなくてもね、普通の自分の姿を表現するだけで、それは無名に勝るわけなんですよ。だから遠慮していいことって何もなくって、その発信に関しては遠慮していいことは全くないですね。とにかく自分のあらゆる側面を切ってですね、発信していくってことが大事だし、前回お話しましたけども、毎朝読んでる新聞の感想をね、こう動画で喋っていくとか、本当何でもいいわけなんですよ。感想をね、こういったお水飲みましたって、美味しかったですとかね、冷たいですとか、炭酸きついですみたいなことをお話しするだけで、最後に商品名はアフィリエイトじゃないですか。まあ、ちなみにこれちょっと珍しい水でしょ。これヤフーショッピングで買うんですけどもね、私このブランド好きなんですよ。ちょっとかっこいいでしょ、まあ、普通の水ですけどね。という形でね、売り上げを上げるってことはそんなに難しくないです。売り上げを上げようと思えば売り上げ上がりますし、売り上げを上げるための活動しなければ売り上げはね上がりませんしね、だから儲けるためにどうすればいいのかってことなんですけども、儲けたいと思わなあきまへんなっていうことですよね。思わなくちゃダメですよ、やっぱり。はい、思っているからこそそれが行動ににじみ出るということでございます。逆に言うと、思ってもないのに行動してもそれはねなかなか売れないんですよね、いざあなたは商品持ってるんですかって聞かれた時に自信持って答えられないでしょ、これですっていうふうに、ですので常に自分が紹介したい商品を持っている、紹介したい自分がいる、紹介したい会社がいるっていう状態を持っていくことっていうのは最低限必要かなと思います。その上で発信をどんどんしていくことですよね。最後になりますけども、発信をしない方っていうのはビジネスをしてない方だと思います。発信してください。それしかないです。じゃあ以上です。